どうもでやんす。呪術高専東京校2年の犬巻徳でやんす。肉巻きおにぎり、肉巻きおにぎり。おかかおかか。毎度お気に、趣味アンダーグラウンドでございます。ダミーです。あつきちです。ダミーです。ということで今日は、今日からあなたも領域展開、呪術高専くーん。ということで今日は、今大人気のね、呪術廻戦のクイズを僕が。人気ですね。今超人気です、ね。ロフトとか行ったら、呪術廻戦なんかみたいなイベントみたいなやってる。なんかどっかの駅も壁一面呪術廻戦。あ、渋谷やろ。え、それ渋谷事変だったから。ということでね、僕が呪術廻戦のクイズですね、14問を作ってきた。14問、うん、?14 問じゃなくて、14問あまり。14問。14余り。10余りで14問って言うやん。ちょっと待って言うやん。14問ぐらい作ってきたんでね、はいはいはい、それをこの2人に答えてもらいたいと思います。で、まあ勝った方は領域展開ができるということで、えそれも絶対やるのか。最後は領域展開してもらいます。ほら行くね。あ、すごい、何やつか。あら、キンベシャルベシャル、それ何、ベシャルベシャル、それ何、それ何、それベシャル、悪いこいつだけは面白くない、ボエー、知らん、何のそれ、ランカイや、ランカイ、キンベラのランカイや、あー、ボエー、ボエー。ほな、そろそろ呪術廻戦クイズいきますぜ。あ、いいよ。まず例題いくね。例題、例題。あつきちは背が低い代わりに身体能力が向上しています。このように生まれながら肉体に強制された縛りを代償に能力を得ることを何というでしょう。全然分からない。マジ？伏黒当時、善意巻き、アルティメットメカ丸。なんだから、天与呪縛か、天祖呪縛か。正解、天与呪縛。天与呪縛、俺も天与呪縛や。何？天与呪縛、どんな天与呪縛？ベシャリうまい。ベシャリ、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 何それ？ダッシ。はい、最後。じゃあ第1問。呪術界における名門御三家は何家、何家、何家でしょう。漢字がちょっとわからん。漢字はまあまあ、ええよ。まあ、一個わからんな。思い出して、思い出して。マジで出んやん。一個しかわからんの。一個しか出ん。俺多分いけたね。ギブアップですか。ブギュギー。今、おかん入れ替わっとった。おかんと冷蔵庫変わっとった。めちゃくちゃになってる。おかんが水浸しになってる。おかんもぐちゃぐちゃになってな。はい、答え一斉にオープン。バン。お、あ、伏黒五条家、全員家、伏黒家、ウティが全員家、五条家。伏黒もそうなん。そや、ちょっと待って、ちょっと待って、絶対あかんことしてる。ちょっと待って、バン。ちょっと早くもということで、全員不正解。え、え、あれちゃいますよ。ちょっと待って、五条と家と全員家は合ってるよな。五条家と全員家合ってます。もう一個はちょっと出てこない。伏黒はただの婿や、婿入っただけや。全員当時が何、ちなみに何をた、鴨家です。あー、え、鴨家先決のやつ、先決、あー、先決のやつか。なるほどね。なんちゃら躍動みたいなあるな。責任躍動、責任躍動。ということで、正解は全員家、五条家、鴨家でした。これ一問目、これ無理やこれさすがに簡単や思ったけどな。第二問。ゲトウの仲間の未登録特級呪霊4人。4人、あれ3人じゃなかった、違う、4人、ゲトウ抜いて4人です。あ、もう1個しか出ん。 あの女の子も入れるか。え、女おらんで、女の子、あ、裏姫は違うで。あ、違う、うん、うわ、もう分からへん。3人はすぐ出るやろ。出る出る。2人しか出ん。あのな、でもあいつが出えへんわ、海のやつ。そう、海のやつが出ん。それやね、そこを頑張ってほしいんな。いや、これは初級やで、ね、これ4体あ、4体、4人です。あ、そうや、そうや、そうや、お、出た。あれが分かる、なんか、あいつもちょっと忘れちゃったな、うん、あー、オッケーオッケー。3 2 1、バーン。じゃあ、ウッディの方からお願いします。ジョーゴ、ジョーゴ、ジョーゴ、カダン、カダン、マヒト、マヒト、海坊主。あ、マジで海坊主っぽいけどな。あー、海坊主っぽいけどな。こんなんちゃいました。はい、トミはドン、ジョーゴ、花見、キク、ラゲ、おー、マヒト。あー、すごい。正解数多い方に1ポイントあげようかな。トミ、イエーイ、1ポイント。大丈夫、じゃあ、白目の部分、ヌルな黒く、うわー、開けて、開けて、キー。ジョーゴ、花見、マヒト、ダゴンです。ダゴン、ダゴン、ダゴンでした。聞いてもパッと全然違うよね。おえーとな、タコ、
赤タコみたいな、うん、海のやつ、うん、海のなんか可愛いやつやんな最初。そう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 、人いっぱい食べててゲロ吐くやつやん。そう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 、バーンってこうやってかっこいい。ファック、あ、めっちゃ好き。ダゴンはそんなこと言わない。第3問、天元様と星漿体との同化を防ぐために伏黒当時に星漿体の暗殺依頼をした天元様を信仰崇拝する宗教団体万世教の宗教名は何でしょう。入ってこうへんお話が。え、なんで。お、トミー書き出したよ。いや、これちょっとこれしか俺も分からへん。結局あれ星漿体死んじゃうやんの。死んでな、伏黒当時殺すな、銃でパーンって。じゃあ一斉にどうぞ。何？何語？花見の言葉で。あ、花見の言葉で。花見の言葉で。花見の言葉で何なの？履歴書書けるやん。花見の言葉話す。後悔だ。九。あ、お前不明やな。これで九。これで九。不明やで九って書いてある。九じゃなかったかな？九。二人とも不正解。もう一個書こうか。いや、万世教は宗教団体、秘術師の宗教団体で、九は呪詛師の団体。ああ、はいはいはい。万世教たちは。なんかめっちゃダサい名前やんな。時の器の会。あ、全然違う。花を見る会。桜を見る会。桜を見る会。桜を見る会ではあります。ちょっとこれ難しい。いや、ちょっと難しいわ。うん、全部難しい。いや、でもやっぱ見てる人とかが分かるやろ、死ねと思ってる人多いと思う。そういうやつらは僕ら殺しに行きます。すごっ。絶対言ったかんで。第4問。はい、五条悟、乙骨雄太の祖先は誰でしょう。祖先。何？先祖。二人一緒なの。五条悟、遠い親戚です。大骨雄太と五条悟は、あ、まあまあ、あの、言うたら歴史上の人物、あの、日本史で習ってる。ほんま、うん、あの、日本三大怨霊と言われてる一人、うちの一人。え、日本で指定されてる三人がいる。人じゃない、人、歴史上の人物。あ、でもなんか分かるかも。それ聞いたらちょっと分かるかもしれない。なんか、デスト、デスト、平安時代の人です。平安って明治より前やんな。これちゃうか、これ室町じゃん。すごい、日本史めっちゃ。いや、でも俺ちょっとそういうの聞いたことあるね。災いになった人な。そうそうそう、災いで治めてめちゃめちゃ今祀られてる。うん、そう、祀られてます今。ああ、多分これやわ。何々の神様として。絶対そうやろ。祀られてます、うん、え、じゃあ何々の神様言ってあげる。いや、そう言うと分かるやろ。さすがにこのポンコツでも分かるで。あっ、まだ気がついてる。いや、言うな。まだについてんな。まだ。おう。一斉にオープン。菅原の道真。惜しい。藤原。誰？惜しい。藤原の誰？藤原の？鎌足り。菅原の道真正解。わえー。すごいな。よう導き出したな。学だけ。学しかないからな。トミー2ポイント。おし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 。カスカス。カスカスやん。いきます、第5問。渋谷事変で虎杖と戦った。あ、イントネーションおかしかった今。イントネーション戦った虎杖と戦った。あ、やばすな。バッタの呪霊の名前は何でしょう。おったな。おったやろ。それはわかるわ。え、わかる。いや、名前出んけど。名前は出んけど見て覚えてるな。賢いみたいな言うてるやつ、うん、もしかしてこいつ賢いみたいな、ね、そうこれでもちょっとムズすぎるわ。これちょっとムズいかな、うん。でも俺はその呼んでる時見て、あ、いい名前やみたいな、ちょっとおもろいやみたいな。マジでバッタにちなんでる。バッタにちなんでます。殿様バッタやもんな、あれ多分。これはなんかちょっと覚えてるな。バッタって畑の被害あるやん。あ、はい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 、公害みたいな。そうそう、公害する。バンバン、うん、はい、では一斉にオープン。バン。殿様、あ、うまいな。やろ、うまいわ。コメントやろ。いや、ウッディ2ポイント。よし、なんでやで。よし、イメージつかんでた。まあまあまあ、似てる。名前ない、名前ないった結局。あの、公害です。あ、っていうの、あ、公害。で、漢字がこうですね。公害ですね。そうなんや。で、公害です。ひどいな。いや、やっぱ、ウッディが公害って言ったかな。だから俺正解じゃん。言いやがった。いや、まあ、ウッディ。こいつもらってるよ。では第6問。分かった。長宗、恵宗、ケチズは特級呪物である呪体クソ図の1番から3番が受肉した姿ですが、では呪体クソ図の制作者は誰でしょう。お、
トミーピンときてるよ。ちょ、体育倉庫って何？いや、お母さんが作ってたけどな。一番最近のアニメ出たやん。S をケチズ、あ、まだケチズしか出てへんわ。俺漫画しか読んでへんもん。じゃあ出てるやん。じゃあ漫画しか読んでへんのと出るやん。なんか書いて早く。また。なんか書いて、ほんまになんか書いて。大変って言われるね。では一斉にオープン。カモトシノリとバッタ。俺トシやった。トシノリやった。ちょっとそれ間違えてたら俺に点数入るから。絶対入らんやん。カモノリトシです。うわわわわわ。ミスった。でもちょっともうくださいよポイント今度。あが。D に1ポイント。そうやね。ウディのバッタに似てるから。口柄世の中強すぎ。京都校の3年のカモノリトシと同じ名前やね。ゲトやろあれ今入ってるんやろゲトが。ゲトの中に入ってる人がカモノリトシの中に入ってる。その中に入ってる人が誰か分かってない。ああそうなの。第7問、はい、小学生の頃の東堂葵にどんな女がタイプかなと尋ねた特級術師の一人であり東堂の師匠である人物は誰。まあどんなタイプかは分かんないの。こんなあの人、うん、どんなタイプ。女であればいいみたいな。広いわちょっと。ケツとタッパのでかい女。あそうそうそう。俺止まったこの時間。あそうなの。いやちょっとごめん出てこへんこれ。特級術師4人のうちの1人やで。ここになんか息もおるやつやな常に。ああおったな。五条悟、乙骨憂太、下藤卓、あともう一人やん。東堂葵の師匠。ちょっと不安めっちゃくちゃ。不安。うん、じゃあ深呼吸しようか。めちゃくちゃし。深呼吸しようか。あっさ。あっさ。あ、危ない。過呼吸になってるよ。危ない危ない危ない。深呼吸して言う。あ、キングエンジン。キングエンジン世代で。お前ほんま、ふざけんなよお前。なんやねんそれおい。これでトミーが間違ってた場合ウッディにポイント入るから。では一斉にオープン。あ、ブルック。うまいやろ。うまいなブルック。マッスルナオさんは誰。女性のフィジーか。あー、いるなってな。ウッディ2ポイント。なんでやん。なんで逆転されてる。逆転、今逆転されてるよウッディ。今だとこれですから。おかしいおかしい。3ポイント全部ええやん。画力でいったわ。画力押してる。バッタバッタブルック。正解はつくもゆきです。あ、そうやそうや。同じやつやんな。そうそうそう。なんかマキマキみたいな名前やったかなとは思ってるけど。つくもゆき。そのひらがな全部出ててんけどどう並び替えるか。嘘つけ。絶対ですね。つくもゆきは全部出てる。あー、きつく。そう、99って書くやつやんな。99、あー、知ってる知ってる。69。それ前回のやつ。前回優勝したやつ。そのおかげで俺が優勝した。はい、では第8問。超難問。天元様の進化を防ぐため星晶体と同化する周期は何年に一度でしょうか。お答えください。お、トミー早いね。覚えてた。多分。お、これは。わからん。これな。綺麗な数字。綺麗な数字。あ、わからんか。整数整数。自然数。素数。すごいいっぱい。素数。いやすごい。わお。ほんまよくない。ほんまに。ほんまよくないわそれは。何？悪意がある。何？何を書いてんの？オッケー。オッケー。ちゃうな。オッケーって言うでそれで。自信持って。じゃあトミーからオープン。バン。千年。千年。惜しいです。ウティ。違います。絶対いるね、ここのし、これは意見のこの視野は2000年最後に絶対かけ出すね。2000年でバッタ惜しいな。2000年、1000年ですね。うん、不正解。あれ違うの。これ500年です。うわー、ちょっと行き過ぎたか。亀は1000年、鶴は万年って言うから1000年かと思っちゃった。関係ないんだよ。額見せようとすんや、無理やり。あれ、進化しそうちゃう、でも今後。あ、進化しそう。天元様、天元様ですか。第9問。高校時代、五条悟が呪詛師に自身の術式を説明するときに用いた話は何でしょう。物語です。え、何それはみんな知ってる。物語の題名。いや、これな、多分みんな知ってるわけじゃない。物語って何。あの袋かぶったやつに襲われるときやろ。そうそうそう、袋かぶったやつ。分身する術式の呪詛師と戦うときに。なんだこれ、動かねえ。当たってる当たってる。無限全然意味ないやん。なんちゃらって話って言うの。666。あいつまだ数字って言って。666。タッチ。言いながらなかった。
いいのか、なんか題名を言わなあかん、出てくるから、なんか俺はもうボケなしで全力立てに言ってるから、ちょっとなんか恥ずかしいと思うよ、童話みたいな、わからんこと、あっ、はい、小太りじいさんの類、いや、ゼノンのパラドックス、何や、小太りじいさんって、あ、小太りか、あ、じゃあゼノンのパラドックスってやつの一つ、知らん、まあ、それは別に分からへんから、ゼノンの、そっから導き出せるんだよ、ゼノンので何を考えてる。では一斉にオープン、北風と太陽、アキレスとカメ、アキレスとカメ、正解、言うと俺なんかストーリー昔あげた、アキレスとカメって話、あっすね、あすね、あすね、ちゃうね、トミー1ポイント、ファイ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 、やるなぁ、オープス、やるなぁ、やるなぁ。第10問、高校時代の下等すぐるに伏黒当時がとどめを刺さなかった理由は何でしょう。下等に刺さへんかったんだっけ、あれ、ある理由で切り刻むだけで置いときました、とどめは刺してません、ゲトウに聖書隊暗殺するときに五条悟はどうしたって、あ、殺したよっつって、で、ゲトウスクールが怒るね、ドラゴンみたいな出し、そうそう、ああはいはいはい、思い出したシーンは、ちょっとわからん、あきら、あ、全く同じの書いてる、ビンクスの酒を届けに行くよ、海風山風風任せ風任せ風任せ、全く同じだよ、風任せ、覚えてんな、風任せ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 、絶対勝って消せこれ、風任せじゃん、負けもんかい、はい、トミーの回答オープン、バーン、おお個人情報、1998年3月20、分からへん、ほんまにちょっと難しいわ、不正解、正解は、うん、式神使いなら殺したら終わりやねん、うん、でも呪霊壮絶やん、下等すぐるは、うん、ああそうや、そう、死んだら取り込んでた呪霊が暴れて、そうやそうや、面倒だから、そんなん言うてた、そう、ほんまや、対処するのが面倒くさいから殺さずにはいます、なるほどね、言うと言うと、ラスト問題、難しい、11問目、はい、超難問、呪術高専東京校の3年であり百鬼夜行で京都に出向した際に暴力事件を起こし現在停学中の人物は誰でしょう。お骨さんじゃないの、お骨さんは海外行ってる、全員巻きが3年のボンクラは今停学中だみたいな感じで言ってね、でめっちゃ強いんや、その人ら、いやまだ出てきてない、まだ出てきてない、顔は出てる、オッケー、これちょっと出ちゃう、そう、暴力事件やろ、暴力事件起きて、起こしてる、おかしい、僕はちょっと暴力事件起こした顔してる、わーけど不思議、今3対3やからな、暴力事件起こす人やんな、起こす人、センスあるな、ウッディ、あ、そうなの、うん、めっちゃあるわ、芸術家の芸術センスはすごい、芸術センスだけはすごい、俺だって小学校の時はマジで無双してたからな、芸術だけで、芸術だけで無双してたって、無制してて絶対出てる、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 まあいけるかな、アイゴ、オッケー、じゃあトミーの方からオープン、バーン、アスクラミクル、あー、ボルグジ君、アスクラミクルハンってない、ウッディオープン、本名言うたあかんやん、本名言うたあかんし、これもあかんし、特徴は捉えてると思うね、似てるわ、特徴捉えすぎてるんじゃ、じゃあってことで、ウッディ2ポイント、おっしゃー、なんでやねん、そうやねん、せやねん、ちゃん結果発表、いやちょっと面白いこと言えへんかった、いやほんまにな、4対3でウッディの勝ちです全部出てかったほんまやな、いやちょっとないわ、はい、ということで今日、今回は
難しすぎた。いや、むずすぎるわ、ちょっと。でも、トミー、なんか何個かひらめいてたんちゃんと。いや、なんかな。学でいけてた時も。学しかないからね。まあ、ひらめきでは負けてなかったけど。ひらめいてないよ、お前。映画で。ばったり5回って、2ポイント取ってねえか。まあ、でも優勝は今回大きいですけどね。ということでね、この漫画のクイズシリーズね、ちょっとシリーズ化していきたいですね。ちょっともうちょっとね、僕ら分かる、同じ土俵で戦えるもので。何ですか、ワンピースですか。まあ、ワンピース、ナルト。ワンピース、あ、いけんじゃん。ナルトいいんじゃない。鬼滅でも全然いい。鬼滅でもいい。あ、オッケー、流行りに乗っとる。その辺やっていきますか。はい。無力空所シュチニクリン自閉炎農家